か音が聞こえる。なんだろう。中を覗いてみると、ここはアダマススケートパーク。小さな子供から若者やサラリーマンまで幅広い人たちがスケートボードを楽しんでいる。何年ぐらいもうスケートボードやってるの？1年。1年？2年？すごいね。若い頃やってたんですけど、また2年ぐらい前から始めました。失礼ですけど、今おいくつなんですか？42歳です。あらスケートボードには年齢も立場も関係ない。老若男女問わず全員が平等だ。足の位置はこっち。こいで。おー、曲げる曲げる。おお。大人も子供も一緒に心の底から楽しめる場所。それを作ったのは3人の若者たちだ。もともと荒川に無料で滑れる地元のスケーターたちが集まってた場所があったんですけど、ここはなくなっちゃってんです。思い出の場所だったんですけどね、なくなっちゃって、そういう思い出の場所が僕らも作れればいいなっていう、ここに来てスケボーを始めた子たちはここが思い出の場所になるし、それで環境を作れたらなっていう。理想のスケートパークを作るために脱サラした3人。ランプと呼ばれる障害物は全て彼らの手作りだ。これからここのスケートパークをどんな場所にできたらいいなって思われます？本当に学校終わりとかわざわざ、ここに来て、夜まで滑ってっていう生活の一部になれるようなパーク、本当にそれこそただいまって帰ってきてくれるような、滑りに来てくれるような場所にできたらいいなとは、はい。県からのお知らせです。感染の拡大を防ぐために、人との間隔はできるだけ空ける、マスクの着用、手洗いの徹底、3つの基本を習慣にしてください。新型コロナウイルス感染症の情報は県のホームページをご覧ください。